4年をかけて東海4条をぐるっと回ってくる。今年はガバゴーリというグレード3の中日カップ、連日派手な立ち回りを披露した面々、勝ち上がってまいりましたがファイナル優勝戦を迎えています。確かな速攻力、自らを信じる一番人気は高枠番の春園浩太です。納得のパワー、爆発力、追い上げも効くような表情を連日見せている2号艇の足立勇樹です。ただ一人地元乗ってまいりましたタイムリーステアで台頭するか、長い源です。自在に組み立てる名手、今日は短系統奮起、序盤に戻ってきたのか沖津愛、魅力の実戦足を兼ね備える連日見せる秋山博一、混戦縫い上がる巧みさ豪快さならばこの人でしょうか、外でも不気味な西村拓也です。ゆったり3号艇、長井もスローに合流、4角には沖津愛が下げています。三重勢の春園足立あたりが人気を集めるグレード3の中日カップ、右横風現在不安定、風速2メートル、優勝戦ファイナル1番2番3番4番5番6番の進入です。優勝戦第12レーススタートしました。内眼艇好タイミング、1番ターンと5号艇好タイミングは秋山か、1号艇出しが効いて原田の浩太、まずはコーナー選定、足立が脇をめがける、バックへ入った力強く押してくる、2号艇足立も1号艇原田の覗いているが、これを捉えるか、警戒ハイパワーから2号艇の足立捉えている、前提スターター正常、まだ胴体見えず激戦状態は、コーナー先手の2号艇足立、開いて1号艇の原田の浩太、 V 際めがける、2号艇突き放す出口押し、2号艇の足立勇樹、1号艇の春園、2番手6号艇の西村拓也が3番手、上位は2番1番6番の体型であります。バックへと2号艇の足立勇樹から、1号艇の春園浩太、3番手6号艇の西村拓也であります、5号艇の秋山が4番手、後方は4番3番交差しながら沖津愛と長井源、バックへ次々に抜けていきましたが、2コースからタイムリー差し、やはり力強かった2号艇の足立勇樹、1号艇の春園浩太、6号艇攻め寄ってくる西村拓也、ホームコースへ帰ったが上位は変動なく2番1番6番の体型で大時計前を通過していきます。連日力感あふれる攻撃を披露しまくった2号艇の足立勇樹が最後もさして力強さで抜けてまいりました。巧みな調整手腕、すべてが納得の表情、爆発力、旋回力、派手な立ち回りを連日披露の2号艇の足立勇樹、ガバゴリア初、そして今年は2回目の優勝、今年は G1 戦線でも暴れる表情がありますが、2号艇足立勇樹、グレード3の中日カップは2コースからタイムリー差しで足立勇樹が制します。先頭2番の足立勇樹、優勝の五輪、2着で1番の春園、3着6番の西村、5番の秋山、3番の長井、4番の沖津、五輪。優勝戦第12レースの確定、1着2番、2着1番、3着6番以上です。